長浜市木の本町にある地区90年の湖北図書館が、この度、クラウドファンディングによって新館をオープンさせました。長浜市の JR 木の本駅の前にある湖北図書館にオープンしたのは、リブプラスと名付けられた新館です。湖北図書館は、1902年に創設された杉の文庫が前身の 私立ののの図書館でで現在建建物は1937年に建築されたものですおよそ90年がたった本館は老朽化などの問題がありましたが2022年12月からクラウドファンディングで本館の修繕と新館の建設を募ったところ3ヶ月でおよそ2200万円の資金が集まりました。 今日オープンした新館には、地元の人気パン店鶴屋パンが入り、長浜市在住の絵本作家とコラボしたパンが販売されています。絵本の中に登場するおうちパンは、図書館正面の窓をイメージしたもので、この店舗だけの販売となっています。地元の方はもちろんですし、観光客の方、また老若男女問わず、 皆さんが集まっていただいてそこでいろんな会話が生まれるそういったコミュニケーションを通して地域に貢献できるような施設になっていければというふうふに思っております大津市のゼゼ城石公園ではきょう歴史と地域のつながりを目的としたイベントゼゼ桜まつりが開かれ多くの人でにぎわいました。ゼゼまちづくり委員会が主催で毎年開かれている ゼゼ桜祭り今日は日中の最高気温が22度あった大津市では桜の開花も進み公園内の桜もあちらこちらで花びらが開きました会場ではステージイベントやお茶席も行われ訪れた人は少しずつ咲き始めた桜を楽しみました桜はどうですか見てどう思いましたあの 結構きれいです、ね、桜毎年咲いてるかな咲いてへんかなって気になりながら来てるんですけど今日もちょっと咲いててで好きなもの子どもたちが食べるんでいつも楽しみにしてるねやっぱこう華やかになるんで気持ちが、ね、また家族で来てなんかお弁当とか持ってまた来れたらなと思います主催団体は今後もこのようなイベントを通じて地域とのつながりを作っていきたいとしています。ニュースをお伝えしましまた